橋本千尋70キロに対し長嶋千佳代52キロ、まあ、レスリングで言えば全く階級が違うわけですが、果たしてプロレスのリングではどうなるか。あのアジャコングが12月の新宿フェイスでこの橋本と一騎打ちを行った時に、レスリングでは確かにお前のが上だ、しかしプロのリングはそれだけじゃダメなんだということをマイクアピールしておりました。プロのリングはレスリングの技術だけでは通用しないということを教えられたのが先日のアジャコング戦でした。さあそれを踏まえて橋本千尋、まずは低い体勢、レスリング独特の低い体勢、これを見た長嶋千佳代は右手を差し出す、これに応じようとしたところでガラ空きのボディにガットショット、この辺はレスリングではない。さあ先手を取ったのは長嶋千佳代です。ベテランならではのいなし方、そして攻め方、あのガイアジャパンでプロレスのキャリアをスタートさせました長嶋千佳代。1995年4月15日後楽園ホールにおいて上松俊恵戦でデビューいたしました。この仙台ガールズを旗揚げした里村芽衣子と同期、その里村が育てたこの橋本を翻弄しております。キャメルクラッチの状態から、鼻フック、そして寄るカメラが寄る、その筋の人にとってはたまらないものがありますが、ここをさあフェイスロックに持っていきます。動きを止められてしまった橋本千尋にじわりじわりと序盤から長嶋千佳代が攻めております。さあレスリングの技術を持っているんであればレスリングの技術を駆使してここから出したいところですが、その前にボディシザースです。先ほど第1試合にも見られたボディシザースを長嶋千佳代が使います。さあこれ上になった橋本がエルボーを振り落とし、大き投げから腕式十字固め、これはまずいと見た長嶋がすぐさまスタンドに、おーっと肩口ですか、これ噛みついてますね、噛みつきです。ガブル、ああ歯型ががっちりついております。橋本のこの腕に歯型ががっちり、すごいですね、リンゴ殺人事件の歯型のようですね。さあこれに怒ったか橋本、ボディスラムでやり返す、しかしブリッジを利かしてフォールを返します。長嶋千佳代、そしてフロントから首を取ります、これを抜けます、さすが長嶋千佳代。さあうまく首を取りますが、ここを出してバックを取ったのが橋本。先ほどやられたキャメルクラッチ式の攻撃、ここは成長のキャメルクラッチに持っていきます。ラクダ固め、橋本千尋のラクダ固め、さあやり返す、鼻フックやり返す、またしてもカメラが寄る、長嶋千佳代が鼻フックをやられている、このシーン、あの筋の人にとってはたまらないものがあります。顔面をかきむしる、目には目を、歯には歯を、鼻フックには鼻フックを、女の意地がぶつかり合ってる第3試合、橋本千尋と長嶋千佳代。おっと持ち上げろ持ち上げろ、バックドロップではない、なんとそのままコーナーに持っていった、コーナーポストに叩きつけます。押してヒップヒップ、橋本ヒップ橋本ヒップ、至近距離からヒップを何発も。さあ先ほどのでフェースを変えることができたか千尋が行く、しかし足を出したのは長嶋、そのままフェースクラッシャー、テイクドロップキック流れるような攻撃、さらに走り込んでの喧嘩キックだ、これで場外に落ちます。さあ場外戦、この試合初めての場外戦、まあ場外戦となるとあまり経験のない橋本翻弄されちまうんじゃないでしょうか。
案の定長嶋千佳代が場外で橋本を蹂躙しております。そして客席の奥の方まで連行。これはどこかに座らされた上でやられてるんでしょうか。あ、そうですね、椅子の上に座らされて全体重を首筋に、あ、そして今度はこちらだ。試合時間5分経過。今のところ長嶋が優位に試合を進めておりますが、橋本がこれを繰り返す。さあ今のところこのような展開になると橋本得意のレスリングの技術、これを出す、シチュエーションが訪れておりません。じっくりと、本当ならばじっくりとリング上でレスリングの攻防、それによって長嶋を追い込みたいところでしたが、長嶋がそれをさせません。そしてスマホを構えているお客様、リングサイド1列目のお客様にピースサイン。お客様ブレることなく写真を撮れたでしょうか。ああ、ここで椅子だ。なんとなんと、やはりこの椅子を使ったレスリングの根の字もない。これはレスリング界で鳴らした橋本もこの経験はしていない、プロにならなければ経験できないこの椅子攻撃。仙台ガールズのオフィシャルサイトのプロフィール、橋本千尋特技書道球技と書いてありますので、そこに椅子とは書いてありません。ということは不得意なはずです。果たして長嶋それを見たのでしょうか。仙台ガールズのウェブサイトを見たのでしょうか。どちらかというと不得意な部類となりますこの椅子攻撃。そして顔面をコンコンコン、コツコツコツと蹴り飛ばします。これほどの体格差がありながら、それでもすでに優位に試合を進めているのは長嶋千佳代。そこを橋本がなんとかやり返さんとがむしゃらに行く。おーっと、ジャンピングヒップアタック、もう一発ジャンピングヒップアタック。さあ3発目も吹っ飛ばしました。尻の3連打。さあレスリングで鍛えた硬い硬い尻、これを長嶋に3発。そこからボディスラムを持っていこうとするが着地した。コルバタで振り回します。うーん、せっかくヒップアタック3発放ったのに、まだ流れを変えることができない橋本です。橋本ほどのアスリートでも自分の思うように試合を進められることができない、これがプロのリングだ。またしても椅子を振りかざす、これを蹴り飛ばす。衝撃音が響いた。そしてエルボーバット一閃、長嶋を倒し馬乗りになって、エルボーエルボー、胸板へのエルボー。さあ覚醒するか。ウォーリングサマーソルトドロップ、しかもスピードが乗ったサマーソルト、そのまま抑え込みますがブリッジを効かしてホールを跳ねのけます。しかしこれで流れが変わったでしょうか。ボストンクラブに行きます。橋本のこの重い重いボストンクラブ、70キロの体重が長嶋千佳代の腰に乗っている。さあ絞る絞る、ロープは近いんですが長嶋体を動かすことができるか。なんていうか、どっしりと腰に乗っております。橋本が腰に乗っている。そしてそこからハーフボストンクラブ、さあ膝のところを持ったこのハーフボストンクラブで長嶋を絞り上げるが、長嶋はギブアップしない。長嶋はギブアップしません。なかなかロープに手を伸ばすことができませんが、さあここからなんとか張ってロープに近づこうとする一方の橋本は、なんとかこれでギブアップを奪うと諦めません。しかし、うわあ、これほど長時間にわたって逆エビ、そして逆肩エビを締められながら、おお、このままスープレックス持っていくか。
デッドエンド式、デッドエンド式で持っていくが、ディフェンスルーバックエルボー。それでもバックにしがみつく。さあ、スタナ、髪の毛を掴んでのスタナ。椅子を投げてフロントキック。さあ15分1本勝負です。残り時間5分となってしまいました。さあこの5分の間で勝負がつくのか。ミサイルキック、飛んだ橋本。いやー、今年の4月でキャリア21年になる長嶋千佳代と、キャリア1年にも満たない橋本が渡り合ってるが、ジャーマンスープレックス、これもカウント、先にスープレックスを出しました長嶋。この辺りは意地か、レスリングで鳴らす橋本に対し先にスープレックスを出しました。しかし橋本カウント2で返す。21年目の選手と1年目の選手が10分を経過してもやり合っております。残り時間5分を切っております。さあここはエルボーでやり合う。さあ突進してきた長嶋を掴んで脇固めを狙うが、長嶋がこれをディフェンス、そしてヘッドシザースに持ち込む。このまま丸め込めばスモールパッケージとなるが、どうするどうする長嶋。さあこれはなんとか出します。あ、下からの三角締めに行った、下からの三角締め。さあさらに絞る、さらに絞る。橋本は立って、これを右腕一本で長嶋を、わあ、しかし叩きつけられましたが、まだ離しません。長嶋も離しません。さあ三角締めで絞られている。ここから腕固めに持っていく。残り時間3分12分が経過いたしました。さあ関節技地獄が橋本を襲う、橋本を襲う。さらに左腕も固めます。両腕を絞っております、長嶋千佳代。さあうつ伏せ状態となったまま、なんとか左足サードロープに到達いたしました。見えていない状況ですが、もがいてもがいてもがいた結果、そこにサードロープがあり、命拾いいたしました橋本千尋ですが、まだこれは劣勢の展開、このまま押し切られてしまうのか。フロントキック、バランスを崩した。橋本の動きが止まる。先ほどまではエルボーでやり返しておりましたが、ここは両腕をサブミッションで固められ、そして三角締めでスタミナを消耗している。フロントキックかわす。さあ担ぎ上げて前方水車落とし、前方水車落としから横四方ホール行く、固める、左肩上げた、よく上がった。あの横四方固め、よく肩を上げました長嶋。さあさらにもう一度担ぎ上げる、今度はどっちに行く、後方に滑り込んでエビ固め、変えてエビ固め、これはエビ固め切り返す橋本。さらに、こちらも決まりません。またしてもキャッチして再び腕固めに行く、腕固め、アントニオ猪木があのアンドレ・ザ・ジャイアントギブアップさせた技、腕固め。あ、完全にうつ伏せ状態、橋本の胸がついてしまってる。あ、しかしこれも足がサードロープに到達した。長嶋は長嶋で攻めるんですが、橋本はギブアップいたしません。これはもしかすると長嶋にとっては計算外だったかもしれません。さあ14分が経過、残り時間あと1分、裏投げに持っていく。橋本を投げたジャーマンに続いて裏投げで投げた長嶋、しかしカウント2。橋本はもう攻める余力は残っていないかもしれませんが、とにかく負けないように、負けないようにフォールを返しております。ギブアップもしないボディスラム、アバランシュホールドのように固める。うわ、
これはレスリング式のフォール。あー、しかしカウンターのフロントキック、これも返した。粘る。あー、スリー入ってないのかと長島が。さあ残り15秒、ここで長島が決められるかどうか。ミサイルキック吹っ飛ばす。フォールに行く。最後のチャンス、これでスリーカウントが入るか。入らない。そしてにやりと長島近代、粘り切ったかと言わんばかりのこの笑顔。勝てなかった橋本、しかし負けなかった橋本。15分がフルタイム、タイムアップになってもまだ長島に襲いかかります。いやー、15分一本勝負とはいえ、デビュー4ヶ月の新人がキャリア21年の大先輩とフルタイムドロー。しかしこのドローはもしかすると橋本にとっては悔しいものかもしれません。なんといっても自分の持ち味、そこに引き込むことができませんでした。これが長島千佳代の奥深さだ。